今回ご紹介するのはこちらです。仮面ライダーガイムのデラックスロックシードホルダー&パインロックシードです。発売日は2013年の10月5日デラックス戦国ドライバーと同時発売の商品になります。メーカー希望小売価格がオープン価格となっていますが、私はこちらの商品は2580円で購入いたしました。だいたいそれぐらいの値段で買えると思います。対象年齢は3歳以上になってます。ロックシードにはボタン電池が3個、一応テスト用のが入っているのでそのまま遊ぶことが可能です。デラックス戦国ドライバーをまだ持ってないんですけれども、ロックシードホルダーとパインロックシードのセットのみとりあえずゲットすることができましたので、今回はこちらをご紹介したいと思います。この動画を撮影している時点ではまだ戦国ドライバーをゲットしていないため、今回はこのロックシードホルダーとパインロックシードの開封レビューと、あとこのロックシードの単体で遊べるギミックをご紹介したいと思います。まずはパッケージですね。パインロックシードが付属していることもあって、全体的にパインの黄色ですね。全体的に黄色いパッケージになってます。パインアームズの外部の絵も入ってますね。この商品、簡単に説明すると、今回仮面ライダーが変身するために必要なアイテム、このロックシードを3つセットすることができる、このホルダーですね。ホルダーと、この仮面ライダーガイムの変身アイテムであるロックシードのパインですね。このパインのロックシードが2つがセットになった商品になってます。このようにデラックス戦国ドライバーのベルトに引っ掛けることができます。デラックス戦国ドライバーにはオレンジとバナナのロックシードが付属してますので、これでパインを合わせれば3つ、こことこことここに収納することができるんで、ぜひともベルトと一緒に持っておきたいアイテムの一つになります。では早速開けてみたいと思います。あ、思ってたより全然大きくて重いですね。結構それなりにずっしりきますね。ということで、開封しました。中に入っているのは、このロックシードのホルダーと、パインの、ロックシードです。まず、ロックシードを初めて持った感想としては結構ずっしりきますね。そして思ってたより大きい、横幅もありますし奥行きも結構あります。割とよくできている感じがしますね。ちゃんとスイッチもあるみたいなんで、これまでのアストロスイッチとかウィザードリングに比べると、今回ガシャポンとかは500円のシリーズとかもあるんで、まあこれなら結構納得かなとは思います。まあちょっとデラックス版とガシャポン版食玩版とはちょっと仕様が異なるんで、まだ何とも言えないんですけれども、これはかっこいいですね。ここは、南京錠になってて、こんな感じでカチッと、鍵がかかります。ここにスイッチがあるので、おそらく後ろに押すと、ああいいですね。あ、これはいいですよ。単独でこういうギミックがあるのはすごい嬉しいですね。これだけでも十分お子さん遊べますよ。デザインは基本的に南京錠の形で、前面にフルーツの、この場合はパイナップルの絵が描かれています。で、パイナップルの絵の上には LS の -05 と書かれています。 LS は多分ロックシードですね。でこの、買った状態だと、ここに絶縁シートがついているので、まずはこれを、引っ張っちゃいます。いって、ここにスイッチがありますね。こっちにポッチがあるので、左にスライドすれば電源がオンになると思います。
気になんか戦国っぽい感じですね。スピーカーは、真後ろについてました。電源を入れた状態で、この南京錠を、開閉すると、おお、おお、いや、よくできてますね。この音と、あと錠が外れる時の感触っていうのが絶妙な感じで気持ちいいですね。あ、これはもうこれだけで遊べますよ。ここのロックシードの裏面には、大きいスイッチが1つ、あとちっちゃいのが2つあるんですけど、おそらくこれはデラックス戦国ドライバーにセットした時に、押される、スイッチだと思います。この大きいスイッチ、押してみたいと思います。こんな感じで押すと、音声が流れるんですね。音声は何パターンかあるみたいです。あと、本当は戦国ドライバーでここをカットするんですけど、一応手でも、このように、切ることができます。ここはもうバネになっているのかな。結構ね、軽くここまで持っていけば、あとはバネの反動で180度展開しますね。この辺だと戻っちゃう感じ。これも割と、感触いいですね。ちょっと癖になる感じです。で、ホルダーの方もレビューしましょう。ホルダーは結構軽いですね。ここが、ベルトを通す、引っ掛ける、フックになっています。で、この3箇所にこの南京錠のこの部分を、セットする部分がありますので、こんな感じでつけるのかな。ここが稼働しますので、カチッと押し込めば、入る感じになってます。ちゃんと差し込めばこんな感じで振っても落ちないですね。結構頑丈。ということで、単独で遊べるギミックをご紹介しました。まさか最初に触るロックシードがオレンジじゃなくて、パインだとは思わなかったんですけれども、結構ね、単独でも、遊びがいがあって、今後のロックシードのラインナップがとても楽しみになりました。残りの、デラックス戦国ドライバーとの、連動した遊びについては、別途、戦国ドライバーが手に入り次第レビューをしたいと思いますので、そちらの動画もよろしくお願いいたします。以上、デラックスロックシードホルダー&パインロックシードのご紹介でした。